はい、というわけで今回は渋谷に来てます。なんか宮殿みたいになってるで、今回は渋谷にあるキトキトさんっていうお店に今から向かいたいと思います。富山の方みたいで、店主の方が富山のお料理とかお刺身とかお魚とかそういうのをご提供されているお店ですね。で、今回は特別に海鮮のデカ盛りを作っていただくんよ。今日めっちゃ楽しみ。あ、てか見てこれめっちゃ可愛くない？かわいい。で、お店が地下にあって、ここ見て、すごくない？超かわいくない？ちょっとさ、かわいいね、いい感じ。そうで、あとなんかキトキトさんが今の2周年の周年のイベントもやられてるみたいなんで、それもちょっと後で詳しくお話ししていくわ。というわけで早速行っていきましょう。すごくない？めちゃくちゃ美味しそう。こちらのメニューが、イクラとサーモンの親子飯っていう、元々のメニューがあるんですよ。それを今回特別にデカ盛りバージョンにしてもらいました。総重量が約4キロちょい超えくらいになってます。サーモンもさ、なんかお腹側と背中側みたいな感じで分けてくれはってて、で、中にイクラが乗ってるんやけど、これさ、まだ完成品じゃないらしいんよ。これもう十分すぎるぐらい素敵なんやけど、こっからもっと素敵にしてくれはるみたいなんで、お願いしようかなと思います。どう変化するか見とってね。チャレンジスタートまで、そ、2、1、スタート。オッケー。いただきます。どっから行こう。めっちゃ迷う。スプーン2ついただいたいけど。ちょっと、こっち。でっか。よいしょ。うわ。あ、お米いた。お醤油つけずに食べてみよう。いただきます。うーわ、ちょっと待って、これ美味しすぎるって。サーモンの脂の乗り方がやばい、とろける。クラムすっごいプチプチしてるし、醤油漬けのこの加減っていうの最高すぎる。お醤油いらん、これ。ちょっといただいたけど、今回これがちょうど、うわ、ちょっと美味しすぎるぞこれ。見てこれ、かわいいね。超美味しそう。めちゃくちゃ脂乗ってる、これすごすぎ。もともと私はサーモンすごい好きだし、イクラも好きなんだけど、やっぱすごい美味しい食材なんだなって改めて気づく。たらいいの？あれはやばいよ。こっち、なみにキトキトさんのオリジナルのグラスめっちゃ可愛い。まあ正直今回お米が2キロ入ってる。で、皆さんご存知の通り、これがそんな得意じゃない。これ多分一瞬で消える。一瞬で消えちゃう。一口ごとに感動するんやけど。うわ、これちょっとね、本当に食べに来てほしいし、私今度お母さん来るんよ、大阪から東京に遊びに来るんやけどさ、連れてきてあげよう。なんかさ、こういうメニューってさ、素材の味じゃん。
まあ、イクラのこう醤油漬けとか忘れてるけどさ、だからこそ多分ね、この素材めちゃくちゃこだわってあると思う。ちょっとわさび見て、抹茶アイスみたい。よいしょ。ここにぴょん。よいしょ。今ハラミゾーン食べた気がする。こんな違うんだ。よいしょ。噛めば噛むほどさ、このだんだん口の中にイクラがさ、弾けてってさ、だんだんこう、イクラの味が濃くなっていくんよ。噛めば噛むほど。美味しすぎる。なんかいただきますした時よりお腹減ってきた。で、言うならばこれさ、イクラが醤油代わりになってるんだ。贅沢すぎ。よいしょ。はい、というわけで改めましてレバヨです。あ、そう、さっきさ、キトキトさんさ、美味しすぎてお母さん来たら行くわって言ったやん。ちょうどアフレコ撮っとる今日一緒に行ってきました。本当に美味しかった。ちょっとね、ここ私何かあれば利用させていただくお店にしたいなって思いました。というわけで今回もそのコメント返していきたいんですが、今回こちらですね、多分ご存知の方はご存知だと思うねんけど、あのサムライイーティングさんっていうチャンネルでガオーっていう、いわゆる結構ガチめな大食い大会みたいなのをやってるんですよ。でね、それがね、先週あたり公開されたんですけど、まあネタバレにならへん程度で話すと、結構ね、今回特殊ルールみたいなのいろいろあって、やってるかもめちゃくちゃ楽しかったし、あれ YouTube 個人のチャンネルやとさ、そんな私こうガチチャレンジみたいなあんまやらへんしさ、あくまでこう皆さんに見てもらってるものやから、やっぱね、綺麗さみたいなのは大事にしとったりするんやけど、ああやってこう何も考えず無我無心でできる感じの場所をこう提供してくださってるのが、やっぱほんとこちらとしてもすごい嬉しくって、やっぱね、普段の撮影をめっちゃ楽しいんやけど、たまにはさ、なんかこうハメを外したいみたいな、そんな感じもあって、なんだろうな、普段皆さんが見てる YouTuber さんのこう本気のチャレンジみたいな、本気の大会を見たいっていう方はぜひね、そちらサムライティングさんの画を見ていただけたらいいなと思います。本当それとは真逆の、ただただ食事をしているようなチャレンジなんやけど、引き続き楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。というわけで以上、エビマヨでした。じゃあね。お米がまた美味しいよ。富山県産コシヒカリ、一粒一粒はすごいしっかりしてる。このイクラとお米の割合半々ぐらい。やけど、まだいただきますしてから15分ぐらいしか経っとらん。夢中で食べちゃおう。ガリももらった。うわ、リセットされた。うわ、美味しい。確かに。ハラミは、ほんととろける感じ。背中の方はね、ちょっとこう、身が引き締まってる感が強いっていうか、脂の乗り方もちょっとあっさりめ。美味しい。やば。
ちょうど半分くらい。こっちにもめっちゃいくらがかる。ほら。あ、これガレも美味しい。ん？こっち向きか。間違えた。なんか思うよ、こういうさ、まあ、お肉もそうやしさ、まあ、お野菜とかが何でも食材に対しては言えることないけどさ、このさ大量に乗っとるサーモンもさ、多分一切れずつさ油の盛り方が違うわけやん。なんか一口ごとに感動するんよ。これは一生食べたい。やばいな、私なんかさトッピングとかをさ結構節約しながら食べてしまう癖があるんよ。でもこれめちゃくちゃ贅沢に食べていいかな。最後いくらだけになるわ多分。こんぐらい、あ、じゃあこんぐらい。やばい、もうなくなってしまうよ。なんか誰を連れてきても多分大満足してもらえるお店だと思うよ。これはお友達とか会社の人とかカップルで来てもいいと思うし、お店の雰囲気がまたすごいおしゃれなんよ。これはいいよ、普通に来よう。普通に来たい。他に残ってる食材ね、お米よりいくらの方が多い。うわ、自分でもびっくりするぐらいはっさり食べちゃったんやけど。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。4キロあるんよ。まだお腹空いてるんやけど私。おぉ、イクラとかってさ、味の濃いしさ、濃厚な感じの食材やし、サーモンもね、油めっちゃ乗ってるから、決してあっさりしたものではないんやけどさ、全然しつこくないんよ、その。お米も多分美味しいからやろうね。というわけで、まだちょっと私お腹空いてるんで、今度キトキトさんね、オープニングでも、グーでもちょっと話した2周年のイベントがあるんで、その時に、いくつかのメニューがこう、半額でいただけるんやって、ごめん、めっちゃ肩書いてた。そこでいただけるご飯を、少し最後デザートでいただきたいと思います。見てこれすごくない？めちゃくちゃ贅沢なものいただいちゃったんやけど。10月の3日から10月の9日までこのイベントやってるみたいなのね。すごくない？このユッケ半額よ。お肉サーロインって言ってはったよさっき。で、あとこのお作り盛り合わせっていうのが普段が5点盛りなんよ。で、この贅沢な感謝盛りっていうのがさっきいただいたイクラがここについてくるんよ。すごくない？めちゃくちゃ美味しそう。で、これはね、ちょっとちゃうんやけど、レギュラーメニューで置いたら酸っぱコリコリっていうクラゲの酢の物、これめちゃくちゃおすすめみたいなんで、ちょっといただいちゃいました。ちなみにこの刺し盛りが今回いただいたのが2人前で、こっちのユッケは1人前やって、美味しくいただいていきたいと思います。贅沢すぎる。いただきます。なんか、あれだね、ホーム画面にしたいね、こういうの。ホーム画面を撮っとこう。あ、いいね。見てこれ。すごくね。なんか、すべてがツヤツヤしてる。ちょっと。いただきます。これは、ご飯だ。めっちゃ美味しい。お肉が口の中でなくなる。甘口のタレがかかってて、で、この卵黄がさ、なんかタレがさ、こんな感じだとするとさ、卵黄が絡むことにこうなるんよ。わかる？すっごいまろやかになる。わ、これ美味しい。次行こう、キトケイザトさん。キトキトさんに来れるんがいつになるか分からへんやけどさ、来られへん間これが食べられないっていうのがちょっと辛い。お酒も合うんだろうなこれ。そしたらさ、濃い味いただいたからさ、酸っぱコリコリで間挟んでみろ。ほら、クラゲや。うわぁ、すっごい。生のクラゲポン酢漬けなんだって。めっちゃ綺麗。
うわっ、これ美味しい。噛むとさ、形がこう崩れていってさ、だんだんこう柔らかくなってくんよ。噛めば噛むほどポン酢とかさ、この旨味がじわって溢れ出してくるんよ。これもお酒だな。どうしよう、それから行く。見て、おっきい。これ普通やったらこれから半分ぐらいのサイズやもんね。分厚さもすごいし。後味も美味しい。なんかさ、こんだけさ、分厚く切ってくださってるからさ、食感がね、最初ちょっとシャクシャクしてるんよ。噛めば噛むほどお魚の脂とかがさ、こう溶け出してきてさ、あれちゃんとほんと贅沢やな。もうなんかすっごいくない、この分厚さ。なんかすごい脂乗ってるはずやのに、めちゃくちゃ食べやすい。分かった、これ子供に食べさせちゃダメだ。今後何も食べなくなる、こんだけ美味しいもの食べちゃうと。うわ、でこれさっきのサーモンや。まずここがすごいよね、この厚さ。お刺身のさ、みずみずしさみたいなのがすごい。さっきはさ、ほらご飯と一緒に食べる丼物だったからさ、お作りよりはか、こう多分薄切りにしてくださってたんよ。この分厚さで食べるとやばい、もう口の中がサーモン。あんま、何よこれ、梨。ちょっと美味しいんやけど、びっくりした。うわ、妻食べちゃおう。野菜美味しい。このままいこうかな、うん、口に入れた瞬間の香りがすごいいい。ちょっとこの香ばしい感じっていうの、お醤油かけなくて正解だったかもしれない。炙るときにお塩をかけてることによってさ、お魚のさ、旨味とか甘みをめっちゃ引き立ててるんよ。うわー、美味しい。聞こえた？お腹鳴るんやけど。どんどんお腹空いてくるんやけど。めっちゃ綺麗。皮の感じすごくない？うん。めちゃくちゃゆっくり噛みたくなる。すごく美味しい。すっごい。これが最後、いくら。綺麗だね、何度見ても。お酒が手元にあったらイカを一粒一粒食べながらお酒飲んで、めっちゃお腹鳴るんやけど。
めっちゃお腹鳴る。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。最高に素敵なお店を知ってしまったな。時間ができたから外食行くんじゃなくて、キトキトさんに来たいから時間作りたいなって思うぐらい、本当に感動した。本当に美味しかったです。概要欄のところに、お店のインスタのアカウントとかも貼っておくんで、よかったらそちら見てみてください。10月のね、周年イベントもあって、特にね、お酒飲めたり、ご飯食べたりできるので、買ったら皆さん、ぜひチェックしてみてください。美味しかったです。ごちそうさまでした。Did it.